親友だった男たちの末路。もう誰も信用できない。俺はゴングー、大学3年生だ。小さい時からお笑い芸人になるのが夢で、小学生の時には親友のカイチェルと漫才の練習をしていた。就活なんてやめて、俺マジでお笑い芸人になろうかな。一発あったら金持ちになれるからな。いやお前、芸人さんって今何人いるか知ってんのか。お前以上に面白くて売れない芸人さんが山ほどいるんだから、お前には無理に決まってんだろ。やっぱりちゃんとした会社に就職すべきだよな。俺はお笑いが好きだ。お笑いの道を諦められなかった。よし決めた、俺はお笑い養成所に行くぞ。カイチェル、俺芸人になる夢をやっぱり諦めきれないんだ。大学を辞めてお笑い養成所に行こうと思ってる。だからお願いだ、俺とコンビを組んでくれないか。申し訳ないが、俺は普通に就職して安定した人生を送りたいんだ。お笑いは好きだが芸人になる気はない。悪いが他渡ってくれ。そうか、わかった。ライブとか見に来てくれよな。じゃあな。それから俺は大学を辞めて芸人になった。コンビの活動をしたが、なかなか自分に合った相方が見つからず、結局ピン芸人として活動するようになった。最初の 1,2 年は芽が出なかったが、3年目にある賞レースをきっかけに俺の芸人人生は変わっていった。第15回マツロマングランプリのチャンピオンはエントリーナンバー69、ゴングー。やったー、これで売れるぞ。忙しくなり人気が出始めた一方で、 SNS で俺を批判するコメントや DM が多くなった。おもんなすぎ、芸人やめろ、あの世でお笑いでもやっとけ。人格まで否定するような書き込みを目にした時は気持ちがかなり沈んだ。わぁ、カイチェル聞いてくれよ。最近 SNS で俺への誹謗中傷がひどくってよ。同じようなやつらからしつこく DM 来たりしてて、精神的に病んでしまってさ。そんなやつらほっとけよ。誹謗中傷するようなカスどもは相手にしなかったらいいんだよ。気にせず頑張れよな。そうだよな、ありがとう。やっぱり持つべきものは友だな。当たり前だろ。しかし俺への誹謗中傷はなくなるどころか激しさが増していった。俺はだんだんと追い詰められていった。このままじゃ精神的に持たない。開示請求して犯人を見つけ出すしかないか。そして開示請求をして犯人を突き止めた。まさかあいつが犯人。こいつまだ芸人やってんのかよ。目障りなんだよ。俺が芸人人生終わらせてやるよ。